あななたの一番嫌いな国はニコニコアンケートがリニューアルし基礎調査に約49万人が回答株式会社ドワンゴー及び株式会社ニワンゴーは両社が運営する日本最大級の動画サービスニコニコで従来のニコ割アンケートシステムから新しくなったシステムニコニコアンケートを使用した初めての調査となるニコニコアンケート基礎調査を 11月21日金12時から11月24日月12時まで行い、49万1052人から回答を得た。質問環太平洋諸国のうち、一番嫌いな国はどこですか ?1: カナダ、2.8%、2: 米国、4.0%、3: メキシコ、1.9%、4: チリ、1.7%。 5、オーストラリア 0.3%6、インドネシア 0.2%7、シンガポール 0.1%8、マレーシア 0.1%9、ベトナム 0.1%10、中国 22.1%11、台湾0.2% 12韓国 38.1%13 北朝鮮 18.3%14 ロシア 0.6%15 そのーセ9.4%集計対象ニコニコ登録ユーザー4320万人参考ユーザーの男女比率男性66%女性34% 実施日時2014年11月21日12時から11月24日12時回答者数49万1052人ネットユーザーの反応10中国 22.1%12 韓国 38.1%13 北朝鮮18.3%合計78.5% すげえ。やらんでもわかってるアンケートに、何の意味があるんだ。あの国とあの国とあの国だけで約80%ですか。いい感じだな。ようやく反日してる国が認知されてきた。韓国のおかげで、中国が相当救われてるのが皮肉な話だ。本当に増えたな。俺の知ってる限りじゃ、ニコドウにまで韓国人が出張してきて、日本人を罵倒してたりしたからな。 本物なのか、日本人が朝鮮人のふりしてやってたのかは知らんが、ぶっちぎりで嫌われてるな。国挙げて反日やっているのに好きになれるわけないだろ。それが普通の日本人の感覚だ。徳和だけで約8割言ってんのか。嫌いな国を複数答えろだったら50%超えるだろうよ。韓国はこれまで通りの行動と言動で5割を超えてほしい。